テレ東ビズ。東京都が代々木公園に設けた大規模接種会場で明日から接種が始まるのを前に5日会場が報道陣に公開されました。対象となるのは1回目の接種を築地で終えた人のうち警察や消防関係のほか東京オリンピック・パラリンピックの関係者などで1日5000人程度を目標としています。会場がある場所では当初東京大会のパブリックビューイングを行う予定でしたが中止となったため転用しました。